しょうもないってすごいな。いやもうこれは実質我々勝ちということで。いや勝ちだよもう。オステゥー、オステゥー。はい、はい、はいはい。今 iPhone のアップデートが来てたからアップデートを開始しました。寒いね。寒かったか。寒いからくしゃみあんま出ないけど。ほら、うん、あれはーい、ジジニアはアーカイブにアーカイブからシャワー下ってましたね。なんか停電入った点ぐらいの時にあのバイタル見たらすでに死んでて、その前にリンゴさん見てたんで、多分リンゴさんが一番詳しいです、死んだタイミング。あ、私が先か。でも私が見た時もすでに死んでたっていう感じで、うん、停電入りたてぐらいです、それが、うん、停電直したのは貨物で俺です。一番左が最後上がってます。左から2番目が私勝ち合った気がします。ゲンです。あ、勝ち合ってます。合ってます。ね、アーカイブに、アーカイブのタスクが終わって、アベレージも確かアーカイブわけじゃん。そうです。そうだね。で、右行ったよね。うん、で、アーカイブのタスクが終わって、ラウンジアーカイブからの扉が開いて、藤宮隆明が入ってきて、俺はラウンジの配線とゴミ捨てとトイレのタスクをやった後に、アーカイブに戻ったら隆明だけがいたっていう感じかな。うんうん、で俺停電なる前に藤宮がアーカイブからシャワー下ってるの見てるかな。一緒にラウンジからアーカイブ入ってる。で俺はアーカイブの本タスクやっていて、藤宮がそのままシャワー抜けたって感じ。停電始まった段階でデッドだったら赤メタさん、いや3までかな、この2人と私含め多分コミュ通路近辺ぐらいにいました、停電始まった段階では。はい、これ多分アルマに白は出せるんですけど、もうちょっと具体的な情報言いたくて、このターン宿舎空きが伊豆藤宮で、藤宮は初動右行ったんですよ、うん、だからまあヌーン乗ったんかなとは思うんですけど、藤宮が右、いや僕絶対宿舎で一緒にワイド、僕初動金庫で藤宮右行って、で僕金庫のタスクやった後ボタン押してるから下下ってエンジンメインで、メインで何のタスクもせずにエレキに降りて勝ちタスク、そのタイミングでリンゴさんとすれ違う、でレバータスクをやってると停電になった瞬間にアルマとも出会ってる。だから藤宮がもしシャワーから降りてるんやったら、まあ、エンジン方向に戻ることは基本なさそうやなと思う。エレキとかの可能性。あと重ねると、重ねるとさっきのターン藤宮さん貨物で覚えゲーやってるんで、シャワー奥で多分覚えゲーやってると思います。おお、それっぽいね。入った段階でデッドなんでしょう。すで、うん、にデッドなんで、すでにデッドでしょう、うん、まあじゃあいずっと僕は白取り合えるよ。まあなった瞬間そうね、うん、シャワーに行ったタイミングは停電のちょっと前で大丈夫ですか。そうですね、確かそうだったと思います。はい、じゃあアルマさんとイズさん白だと思います。リンゴさんからね、僕らもらえる。リンゴさんから僕に出ます。白はどうだろうと思ってたんだけど、停電直しの勝ち合ってやったらきついんじゃない。診察ですり替えましたよね。はい、バイタル情報を持ってたらメタタクゲンできない。はい、はい、はい。おい、はい、はい、
一応僕弁当は通れる位置にはいるんですけど、貨物シャワーだったら。でもいや、あ、そうかそうか、シャワーの方だけど、ただそのバイタル情報が正ならリンコさんと診察室すれ違って貨物行って停電直してるっていう経歴があるから、まあちょっと薄めで見てほしいかなぐらいの、やりづらそうだなとは思います。あれ高浮さ、うん、最後アーカイブの扉閉まってたよね、左側の。閉まってた、閉まってたし、開けてすぐ閉まったよね、また、ね、閉められた。え、ってことはさ、初動にさ左から来てなくない？伊豆さんの情報が変ってことですか？お、じゃあ対抗でもいいですよ、僕は。え、閉まってた、閉まってた、閉まってたよね、だって閉まってて最後閉め、開けてすぐ閉まったじゃん、そこまで覚えてるよね、うん、覚えてますってことはさ、宿舎分けでさアーカイブに来れなくない、藤宮って。え、脇の情報嘘ついてもな。え、高垣って宇治宮田どうやって合流したの？いや、じゃあもっと、そこの話を伝えしたくて、ヌーンがどこにあったか言えば分かりやすくないですか？誰もヌーン乗ってないったら藤宮田に乗りようがない。まあ確かに、まあでも、まあ、伊豆さん切る関わるとかじゃなくて、高垣ってどこで藤宮田合流したの？あれラウンジですね、ラウンジのゴミ箱タスクで合流して、そのまんまラウンジアーカイブ館のドア開けて、だから多分閉まってる段階だったかな、その時点ですね。全然このターンヌーンは右にありました。あれ？でヌーン誰も乗ってないと思う。うん。だから藤宮が通った後に閉められた可能性が一番高い。なるほどね。俺がタスクしてる最中にユリは抜けて、その後に閉まってラウンジで合流ってことか。プラスの話をすると、もし藤宮がエレキに来るとしたら、さすがに勝ちタスク行きたいと思うんですけど、そのあたりには絶対いないっていうことが、うん、まあ僕視点は言えるんで、藤宮が死んでるとしたら、うん、ワンチャン通り抜けて席で死んでる、まああんまりないと思う。いや多分実写ワカメイン。だって停電になった時には死んでたんでしょ。あ、そうか、そのタイミングで見てんのか、リンゴさんの情報。そうです。じゃあもうシャワーかメイン、ね、シャワーメインぐらいしか行けないんじゃないかなと思うけどな、うん、うん、まあ右の上らへん、まあ、はまあ正直高木っぽくは見えちゃうけども、うん、俺視点もう名屋さんがアーカイブ途中見えてないから、その停電中は見えてないから、俺視点は名屋さんが濃く見えちゃう。え、俺はラウンジに行ってるのは見てないとか言って、ラウンジには行ってんの見てるけど、最後の途中見てないから。バーキさんしててご自身白だったら誰ができそう？あ、メイヤさんっす、メイヤさんっす。昨日から入れてます。バーキさん入れてます。こんな集まるなら入れときゃね、入れました。うん、エレキで見た気がする。エレキで見ました。あ、見てます。エレキにいた？あ、エレキいました。ぜ、うん。高垣さんと拓也さんと伊豆さんと阿部ちゃんとメイヤさんかな、多分見たのは俺が。はい。そこは最後に見たが。俺、畑迫さんとすれ違ってメイン入ってる。うん、高垣さんとはしごですれ違ってる。うん。高垣さんは今回は切れないと思う。拓也が停電になる、まあ、停電になる視界の中でずっとはしごエレキのはしご上で待っていて、そこからまた下ってっていう動きをしてるんですけど、アベリーさん上がってきてなくて、高木さんそのまま上に行ってるのを見ているから届かないと思います。これありがとうございます。メイヤさんって僕とエレキの5番ですれ違ったじゃないですか、バイタル側から来るの。うん、うん、すれ違った、ね、その後ってどこ行きました？あとセキュに今向かってテープタスクを始めたぐらいで終わりだね。僕は終わったから一応見てます、メイヤさんのことは。なんか阿部ちゃんがいたタイミングって、タクヤ、タカガキ、アベレージが勝ちタスクに一緒にいたタイミングが多分あったと思うんですよ。じゃあ俺は見てないけども、うんうん、あれなの。でその後僕が先抜けして、その後ろから来るタカガキ、タクヤで、下から来るハタさんとすれ違って、でメイヤさんとすれ違って僕カモデル停電直してるんで、阿部、うん、ちゃんが一番勝ちタスク遅く出てるんですよ。で今回構造は987って一直線しか絶対いけないから、阿部ちゃん絶対7番は通るんで、うんうん、まあ、なんか誰か見るかなと思ったけど、うん、7番から下に下ってる姿を見て、はしごを登って、そこの上で5秒間待機して下ってます、昨夜は。
なんで上には来てないと思います。あ、現ですアルマさんって私と触れ違ったらどこ行かれました？シャワー奥でカンカン。伊豆さんはまあ俺目線でさすがに無理かな。エレキに残してるんだね。うん、伊豆さん視点で俺がアベレージと合わないのは変じゃないよね、多分ね。まあワンチャン合わなくてもおかしくはないけど、まあ旗名どっちかが明確なしに持ちそうやなっていう感覚でした、その議論始まった瞬間は。7から下に下ってるのが真だったら、源さんから僕と赤目田白打てるはず。そうですね、メインエレキ感を他の方が塞いでるって話だったら、源メタある。源さんも無理かな。うん、ちなみに今、昇格右にいてヌー右にある。扉開けた一つよね、源さん。はい、メイン側どれやったん？じゃあ無理だ。石油側メイヤさん、あの貨物側伊豆さんで止めてるんじゃないか。メイヤさんってエレキで何のタスクしました？勝ちやった後にバイタルのダウンロードして最後に責任っていう感じで、うん、それだったらアベレージとすれ違ってると思う。俺メイヤさんとすれ違った後にアベレージがぐるぐるタスクやってるの見てる。伊豆さん視点で俺がすれ違うのはおかしくないと思う。まあすれ違わない可能性もあるなとは思う、うん、アベちゃんが責任いかないんであればその時系列だったらね、うん。あら、うん、こう見直し、おい、まあ拓哉さん死んだったらさっきのキルで詰めたいかな。伊豆名かな、僕さっきは名屋さんに入れてる。いや伊豆さんは無理じゃん。俺の場合って俺貨物で停電直してるから阿部ちゃんがそこまで来る時系列になるかな。まあ一応ありえることはありえると思う。高谷さん死んだことによってボタンのリンゴさんとアルマゲン赤目とお無理になって、うん、高明も Q できないって高谷さんが言ってたよね。これ高谷さんが言ってた、うん、間違いない、うん、伊豆さんさっきのターンエレキの8番タスクやった？僕エレキのいや8番やってないです。レバータスクずっとやってる。3ターンぐらい連続でレバータスクやってきた感じだね。で終わったから貨物の方に抜けて、はいはい、そのタイミングで俺がバイタルダウンロード終わってエレキに入ってすれ違ったことだね。その時にアベレージいたの出るタイミングぐらいで。あ、そうです、僕メイヤーさんとすれ違う、うん、3,4 秒前にアベレージがその勝ちタスクにいるっていうのを高木さんと高谷さん含めて置いてきたっていう印象。あ、 3,4 秒前なんや。畑さんってなんか阿部ちゃんの明確な死にって出してたっけ？見たとは言ってたけど出したって言ったよ。まあ、うん、見たとは言ったけど、あのエレキの7,4で俺はあの石のテープタスクに行ってるんだけど、その経路で見てる。で5人いたって言って俺は、メイヤさん、伊豆さん、拓哉さん、高明さん、阿部ちゃん。あれ畑さんってメインからエレキに降りた人間？そうそう、メインエレキ石テープ。ああ、そうなんや。でそのメインエレキの時に高明さんとはしごですれ違ってるよっていうのも最初に。あれ、これ片目で白取れません？じゃあだから僕はメイヤさん最後にだけ見てるの、石テープが終わったときに。え、メイヤさん最後、あ、メイヤさんから畑さんに白って出ない？いや、石の例えばアップロードとかで死んでる場合は無理だね。え、でも畑名の時間合わせるとどっちか絶対見るくないですか、そこ行くんやったら。なんか、いや、俺はさ、俺多分一番最初にエレキ出てる人物じゃん。はい。それは多分伊豆さんからも証明できると思うのね。でその後に入った後は俺誰もエレキの中で会ってないから、旗名って対抗してね、旗サコの情報が死んだったら旗サコの方に席の方に来てないんだったら旗サコ目線って7、4の経路で見てるんだったら下から右に行ってる下りにならん。いや最初からというか俺はだから一番最初に多分エレキに降りて勝ちタスクをやってバイタルのダウンロードに行ってる人ですよ。高橋君見ただけだから俺は分からんかった。いや旗名二陣街もあるんか全然。じゃあこれ自投票してるわ。ボタン押してるから込み行きます。右側さよなら。あ、ちょっとなんですかこの設定は。なんだこの設定は。
何なんかのアップデート変わったの？もうナイスセーフ。これ現行犯リンゴさん。現行犯です。どなたの？ハタソコさんです。じゃあしゃあないな。ハタソコ釣りは確定で、で、まあ、え、ちょっと待ってえ、ちょっと待って、これあの、え、僕釣り飲みますが、あの多分設定ミスってる、これ。え、え、うん、どうマットの道連れ先でインポスターを連れていかないこれ消去法でメタちゃんやと思ってたのに悲しい、これもうびっくりの釣りだわ。ねえ、メイヤさんナイス、メイヤさんナイス、マジでこれ、ありがとうございます、メイヤさんナイス、メイヤさんナイス、ファインプレー、ファインプレーめっちゃ頑張ったのに、マジで。いやー、ついに切れてインポスター持ってった。アクデの時に何か変わっちゃったなと思います、これ何してんねんこれ。メヤさんファインプレー、しょうもないって。すごいな。いやもうこれは実質我々勝ちということで。いや勝ちだよもう実質勝ちということで。私、畑坂さんセリフで切ろうとしたのに間違えて通報しちゃった。あーびっくりした。しょうもないわこれマジで。俺だってなんか誰持ってったか、誰持ってたかなと思ってさ、うろうろしたらさ、赤い名前のやつが死んでんのうわ、えぇっつって死後強まるね。いやファインプレーやな。いや地獄でしたわ。びっくりした、私がびっくりした。ゲンさんが一番びっくりするでしょ。どういうことやねんこれもう。ゲンさん切れなかったかと思ったらいないと思って。勝てねえ。せめて最低アクションには持っていけるぐらいのね。何ここにテキストを入力って。あ、ほらあれ、これなんか他にも怖いな、なんか皆さん他なんか大丈夫でした？多分大丈夫だと思いますよ、うんうん、まあやってる感じは。ほんの1箇所だけ変わるとかある？何もいじってないですよこの前からマジで笑ったわ。ゲンさん死んでんのクソおもろかった。インポスターを道連れにしないがオフになってますね、黒猫。まあそれでも7分の1持ってった、7分の1持ってった面白すぎる。さすがめ、さすがめやさん、7分の2か運はいいんだよ。そうだね。確率細かいとこ持ってってるからね。それで大丈夫だと思います。お願いします。はい。行きます。お願いします。お願いします。お願いします。